こんにちは。これは、私が約2年前に作った、歩く人工知能です。当時の私は、とにかく、歩いているようなものを作ることに必死でした。結果、足を交互に出すことが良いことだとして、学習をさせてしまい、AI 作成においてはあまり良くないことでした。そこで今回、もう一度、久しぶりに、歩行学習を試してみました。今回の報酬はシンプルに、向いている方向と目的地への速度、そして筋力の使い方のみで設計しています。この方法でちょっと別のキャラクターを学習させたところ、かなりいい感じに歩けるようになりました。私のような人型のロボットでもうまく歩けるようになったら嬉しいですね。ということで、ひたすら学習を進めました。そうすると、徐々に目的地に体が向かうようになり、やがて、それなりに歩けるようになりました。今までで一番ナチュラルな歩行になっている気がします。途中で目的地を動かしてみると、それなりについてくることもできます。愛くるしい。いろんな目的速度で学習したので、歩行速度を調節することもできます。これは遅く歩くことができるか実験中。勢いがあまりないので、方向転換もしっかりできていますね。次は歩行速度を速くしてみましょう。勢いをつけすぎてこけまくっています。方向転換がうまくできてないですね。昔のモデルと今回のモデルを比べてみましょう。昔の方が安定感があります。